大地生水、各天諏訪江間は、各天祖母地区間ともいい、中国の湖北省啓門さ陽県紀山鎮閣天村の各天一号祖母で発見された地区間群。1993年10月に出土し、現在は湖北省博物館に所蔵されている。交渉によると、聖書時期は、紀元前300年を下ることはなく、およそ戦国時代の中期とみられている。 各点諏訪絵カは全部で804枚あり、そのうち字の書かれた畜巻は726枚、字数は1万3000字余りである。内容は、先進時代の樹家と同化の転積で、18編からなる。各点諏訪絵カの記載内容は伝説の樹、道の経典と異なる部分がある。例えば伝説の、道徳教第19章が、ゼ、セーステルサトシ、民利100倍。 是非とし捨てる義、民又た孔子。絶託見捨てる理、盗賊無う、とするところを、漢文の老子項では、絶殺とし捨てる弁、民理百倍。絶託見捨てる理、盗賊坊有。絶対見捨てる作、民又た孔子。としている。各点諏訪え漢の老子や地位の発見は、近現代の中国学における儀古主義を揺るがした。AB 各点スワイカン中国出土文献研究会。www.shutudo.org.2020 年12月7日閲覧。ab, 上白スワイカン中国出土文献研究会。www.shutudo.org.2020 年12月15日閲覧。西山久志書始百科はどう展開したか。 地下からの贈り物新出土資料が語る、イニシエの中国中国出土資料学会、東方書店、2014年、93ページ。ISBN 978から44億9721万4119、浅野雄一、諸子百科講談社、講談社学術文庫、2004年。 ISBN 978から40億6159万684921から25ページありがとうございます。